おなじみのしおりんです。あれ、電撃ネットワークの東京スター誕生生放送でお届けしています。それでは早速お呼びいたしましょう。カモン東京ボーイズ、ソックボーイズ、柔道界の兄、偉い偉い、タイで活躍したからお披露した方、はい、もうほぼ出落ちですよ、はい、全くネタをやらない電撃ネットワークがやる番組です。ある意味東京ボーイです。はい、いいですか。はい、いいです、はい、寒いですね。寒いですね。あれ、なんで皆さん私服でこれだけ衣装なんですか、ね、はい、寒くてですね、はい、もう全国もう氷点下のところいっぱいあるんですけどね。これ全国中継ですからね。はい、今日も全国各地からいろんな応募者の方が集まってくれました。いろんなおかしな連中が集まってくれましたね。しおりんさん、はい、今日はしおりんが初めて、はい、しおりんはなんかいまいちキャラクターがつかみにくいですね、はい、あ、そうですか。なんでピアスは、あ、そうですね、チャームポイントの、私顎が長いんで、ちゃんと顎は出てますか。ちゃんと今、はい、言ってますよ。なんか昔あの渋谷にいたおギャルみたいな感じの。おギャルですか。いきなりおギャル。しおりさんはどんな変わった人なんですか。あ、私ですか。変わってる。あ、羽田先生から来ました。これもすでに変わってますね。でも今日あえてうれしおりん、あ、うれしおりんなのです。ありがとうございます。はい、ということで、はい、お客さんからも素敵なまばらな拍手があった中で、ナムさん、牛蔵くんはまたあの張り付いていろんな意見を聞かせてくださいね。はい、わかりました、頑張ります。頑張るしおりん。しおりんは可愛いとかなんか来てんの、はい、あ、そうなんですか。あ、ですね、話題の中心はですね、ここに今日まだ来てない産後15歳の話ばっかりですね。あ、産後15歳の話、今度ね、21日にね、あの久しぶりに公の場に出ますんで、しおりん、うれしおりん、うれしおりんです。続いて審議拒否。なんだそりゃ。死がつながったんじゃないですかね。パチパチパチっていう感じです。今のところはこんな感じのしおりんちゃんです。はい、はいはい、今日も会話しながらいきましょうね。はい、わかりました、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ早速トップバッターを、トップバッターは誰ですか。じゃあしおりちゃんお願いします。はい、今回10組のエントリーがありました。はい、どんなパフォーマンスが見れるかすごく楽しみですね。はい、楽しみですね。お知らせのあと早速行ってみましょ
あ、お知らせだって。先生、そうです、うちに番組出るぐらいよなぁなんしたけど、食べやすいのかなところだと思います。これも大丈夫です、ね、もう OK、 OK ですね、yes。 はい、ngayon punta naman tayo sa rabbit tutuloy ito kasi nawalan ako talaga ng si Madam Judy. Bye bye. それではトップバッターは姫川恵美さんです。よろしくお願いします。はい、みなさんこんばんは。わらわは姫川恵美と申す。今宵はわらわの、宴にようこそお越しくださいました。わらわはいろんな多重人格が出てきまして、今日のわらわはアイドルなわらわがアイドルな曲を歌いたいと申しております。それでは聴いてください。ハピネス。Yeah.
時からいなくなっちゃいましたね。誰もいなくなっちゃいましたね。いしたね、はい、ちょっと、はい、スキンシップしに行きました。エミメロさん。エミメロと呼んでください。普段は何をやってるんですか。普段はですね、普通に働いております。普段普通に。あ、OL さんですか。あのようなものです。のようなもの。しおりんどうだったんですか、はい、今の、はい、楽しかった楽しおりん本当ですか、楽しおりん楽しかったって言ってた、危ない、ありがとうございます。ネットの方の書き込みです。はい、歌い出したらまともですね。あ、歌い出したらまとも、でその後に、はい、歌い出したらまともですね、はい、へいへいへい、そして続いて、へい、いい声、いい声だったよ。あら、嬉しいでございます。噛んでますよ。はい、嬉しいでございます。あらね、もうなんか NHK ののど自慢かなんかのノリになってるから。あ、そうです、そうですかね。それまともじゃなかったら仕事できないよね、はい、そうですよ、つまらないですよ。今しおりんさん、あの、話しかけられてるんで、はい、あ、はい、はい、しおりんさんは、はい、あの、どう思いますか。どう思いますか。スペシャル楽しおりんです。やったー、スペシャル楽しおりんいただきました。この衣装から何から全部自分で考えて、はい、わらわ、そうです、わらわは、わらわは、あの、江戸時代からやってまいりましたので。そうですか、はい、ちょっと急に取ってつけてちょっと、わらわ危険ですね。わらわでも、あの、新しいもの好きで、はい、あの、ま、耳当てというものをゲットしてまいりました。自分で曲作ってんですか。あの、はい、あの、友達に作っていただいて、はい、あの、エコ怪獣さんというアーティストさんの、はい、ピーナスシンコさんって方が作ってくれました、はい、すごい曲、あ、ね、すごいいい曲、ね、そうなんです、ちょっとイージードゥーダンスと同じ、はい、あの進行みたいなとこがあって、はいい感じですよね。あ、いい感じですね、いい声ってなってました。あ、やった、もう、なんか今日なんか雰囲気がなんかジュリアナ東京みたいな。ダメさん、それって、ね、褒めてないですよ。それってちょっと古いってことですか。褒めてない、あ、でもまだは江戸時代の人間なので、わ、はい、かんないもんね。そうなん、江戸にはないし、江戸時はね、その通りだね。じゃあ次の人、次の方、はい、行きましょうか。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、さあ次の方は、はい、次の方は白井愛子さんです。白井愛子さん、あ、後ろから登場です、はい、後ろから登場ですね。はい、こんばんは、白井愛子です。はい、私は新潟出身のシンガーソングライターで、海外はイラク、あと日本全国で歌ってきました。そして6月にキングレコードよりメジャーデビューすることができました。ありがとうございます。おでは今日は、そのメジャーデビュー曲を歌わせていただこうと思います。アニメの慶応の曲やスマップさんに曲を提供している田村真嗣さんに作曲いただきまして、平井堅の楽園で作詞家デビューしました後島誠さんに詩を書いていただいた曲です。星の花火。Yo
目引きに触れて胸が熱くなったあの夏絡めた指にキスをしてた部屋も全部箱に閉じ込めて思い出たち君にあげる愛しい日々を今夜星はまるで儚い線香花火だけど綺麗なのあの日見てた満天の さんとかが歌ってもおかしくないダメだそれ褒めてないですよ、はいそうね、はい、散歩しちゃいますよそれ、はいはいはい、ちょっとね胸の谷間とかチラチラ見えてあ本当ですか、はい、みん なんか鼻の下が伸びてましたけど本当ですかキングレコードから出るっていうことでもう曲は何曲目ぐらいなんですかこれが初めてのはいキングレコードでは初めての CD でインディーズではそうですね3枚目ですねインディーズ合わせるとあ結構曲いっぱい持ってるんですね、はい、そうですねでもそうですね CD 出してないで貯めてる曲はそんなにないので、はい、十何曲ぐらいですけれどねあの持ってるのが、ね、はい、コメントの方も来てますかしおりちゃんありがとうございますはい、はい、ここ読んでみましょうかアダルトえしゃがむと姿が消えちゃいますね、はい、そうですねしゃがむと胸が見えるって言いますね曲曲も大人な感じですなぁという感じで反応が来ます、はい、ありがとうございますコメントいただきまして、はいね、またなんか違う曲ではい、ね、ぜひよろしくお願いいたしますどうもありがとうございましたさあ3人目ははい、はい、私ここでちょっと、はい、ドローン会ドローンなんですよ、はい、恵比寿の方にはい、うわドローンなんですよすいませんドローンしますねあとはしおりちゃんお願いしますあ任せてください、はいはい、よろしくお願いしますはい、はい、じゃあ続きましてえなかひとみさんよろしくお願いしますはいみなさんこんばんはえなかひとみです恵方巻きの絵あと中のな中あとはあの目のひとみでえなかひとみです普段は都内でライブ出演をしたりモデルをしたりあとはネット番組とかに出ていますであの
今日の曲はポップスと演歌を歌ってるんですけれども、今日は演歌を歌いたいと思います。男はありありゃ聞いてください。男の人ってさ単純だって言うでしょ。でもね彼ってねそうじゃないのよ。ああ男の子、私を見るとなんだかピンク色、複雑なのよね。あのさ男の人ってさ単純だって言うでしょ。でもね彼ってねそうじゃないのよ。ああ私の手握りしめてもその後なくてキスもしないでさよならするのよ。男の人ってさあありゃ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 あれれ意外と単純なのよね。あのさ男の人ってさ声が合ってますね。あ、そうですか、ありがとうございます、ね、なんか今日すっごい緊張してなんかねバク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 、かわいいですね。かわいいでしょ。かわいいですね。かわいいです。あれですか、はい、もうプロでずっと歌ってらっしゃるんですか。まだインディーズなんですね。はい、で来年新年明けてリリースをする予定なんです。まあ、曲聴いてるとそれこそキングレコードさんとかって合いそうな感じですけどね。すいません、まだちょっとインディーズで頑張ってます。コメントたくさん来てますよ。あ、そうですか、はい、演歌とルックスのギャップがすごい、はい、ね。これ
またいいんだよね。なんかそうですか、うん、おじさま、おじさま方のアイドル、おじさま、ありがとうございます。コメントありがとうございます。声量がすごいな、よく声が出てますね。伸びてるよね。そうですか、コメント皆さんありがとうございます。なんかこうやっぱり演歌を歌う時って発声方法みたいな違うんだよね、きっとね。全然違うんですよね。ね、ポジションも違ってね、拳がどこで入れるかとかあるんで、ね、いい曲だと思いますよ。そうですか、ね、ありがとうございます、はいはい、また今度なんか違った雰囲気の曲を持ってきて、ぜひ遊びに来てください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。さあしおりん、はい、最後は誰でしょうか。続きまして、宮崎鈴鹿さん、お願いします。鈴鹿さん、わ、どっから登場、どっから、あ、登場ですね、はい、じゃあバトンタッチで。あ、はけちゃうんですね。はい、はい、皆さんこんばんは、はじめまして。ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。今日はですね、初めて来たんですけど、宮崎鈴鹿と言います。25歳です。なんかオーディションみたいですね。あ、ネットで見てくれてる人もありがとうございます。今日私1曲歌えるということで、2014年ももう終わりで、今年1年たくさんのライブに出させていただいて、すごく活動させていただきました皆さんのおかげです。今日1曲ということで選び、12曲オリジナル曲があって、すごく何を歌おうか迷ったんですけど、今年は私のオリジナル曲が映画の主題歌に使われまして、使っていただきまして、なんでその曲を歌いたいと思います。今結構テレビに出ている柳ゆりなさんという方が主人公をされた上恋という映画ですね。ちょっと切ない物語で、好きなのにくっつくことができないという映画でして、まあ、そんなような曲になっております。それでは聴いてください。暗い。
とうございました。宮崎涼香のクライでした。ありがとうございます。なんかみんないい曲作りますね。これ自分で作った曲？あ、私作ってないです。歌ってるだけです、ね、いい曲だよねすごいですよね。なんか、はい、映画のエンディングにバーッと出てきてこの曲流れたらなんか、ね、泣いちゃいますよ、ね、はい、ありがとうございます。 なんていう映画でしたか？もう一回、上恋という映画です。上恋、はい、へ、じゃあエンディングにじゃあ自分の名前も出てくるわけですね。はい、出てきます。嬉しいです、ね、なんか来てますか？しっとりとしてていい曲です ね、 あ、 ね、ありがとうございます。劇場で聴くとまた違う感じなんでしょうね。そうだよね。あ、映画館でも歌わせてもらいました、はい、普段はどんな感じの生活してるんですか？普段生活、生活部屋が汚いとか、まあ、そんな個人情報は全然何でも聞いてください。歌で、あの、はい、ほら普段、ね、だって1週間のうちだったら5日間ぐらい歌歌ってるんですよとかいろいろある。あ、そうですね、明日もライブがありまして。ライブ、普段はこんなしっとり、明日渋谷 J-POP カフェであります、はい、で、あの、大森玲子さん主催で、はい、と出演者が私と、あと、あの、AKB48 卒業生の大江智美ちゃんとか、あの、豪華メンバーで一緒に出演してきます。はい、頑張ってください。はい、はい、ありがとうございます。で、普段はあの、もっとおいおいっていう感じの、あ、本当にお宅さんとかと一緒に。そっちも聞きたいですね、またね、はい、ねー、ですね、今日はちょっと、はい、しっとりしました。はい、はい、じゃあ次回はそっちの曲をまたぜひ、はい、はい、あの、物販でグラビアの DVD とかも売ってますので、もしよければ後で気になる。なんかね、あの昔、はい、あの、これ古いことしか言わないですけど、なんかこういうのをネグリジェって言うんでしたっけ、ね、あの、そういう褒めてないですよはい、ということでありがとうございました。さあ、しおりん、次の方は誰でしょうか？はいはい、次はミック・イリキさんです。ミック・イリキ、イリキ、さっきミック・イリキ酔っ払ってたからね、もう完全、じゃないよ、完全レギュラーになってますからね、ミックは。もう昨日も朝までの、はい、ずっと飲んでて、今日の朝まで飲んでました。朝まで飲んでて、はい、あの、しかも南部さんのマネージャーのうちで、しかもこれ、はい、どん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 なんか、あの、居酒屋詩人吉田類みたいになってきますね。そうですか、大丈夫です。今日は何の歌を歌ってくれる？今日は僕のテーマ曲を歌わせてもらおうと思っています。今日自分のテーマ曲があるんだ。はい、はい、じゃあ聞かせてください。はい、じゃあみんな盛り上がってください。いくぜ、今を生きよう。わーいやー、ライブへようこそ。嫌なこと忘れてみんなと楽しもう。うまくいかなかったこと、そんなもん思い方次第でどうにでもなるもんさ。実はさっき俺振られたばかりだけど、チャンスを逃したのは俺じゃない、あの子の方だぜ。今を生きよう、今が大好き。求めているものが確かにここにある。今を生きよう、今が大好き。命かけてもいい、何かがここにある。 Let's rightきらめくような思いを込めて精一杯打つさ。俺はまだ冷めちゃいないで、今を生きよう。今が大好き。昨日や明日なんてここには関係ない。今を生きよう、今が大好き。生きているこの
瞬間こそ俺は全て I sing this song for you Whoever I promise I promise サンキューです。どうもありがとうございます。なんか歌はなんか尾崎豊のような歌、はい、実はこういう曲もあるんですよ、決して猫猫とかブロッコリーとかじゃだけじゃありません、しかしこれだけ寒いスタジオで一人だけすごい汗かいてますけども俺が私の生きる道そして今日も電撃ネットワークのテーマ曲を作ってきました。え、また作ってきたの。はい、なんで浮かしてダメだ。いやおっとコメントビックリ、はいはい、足腰弱ってんなって大丈夫です。でも動きすぎて酔いが回るぞってなってます。すげえロックしてるよね。ロックですよ、ね、人生ロックです、ねはい、なんか今、はい、あの出した曲でかなりヒットして始めてる曲とかってあんの。やっぱりブロッコリーじゃないですか。ブロッコリーがヒットしてんの。はい、ブロッコリーを積んでる、ブロッコリーを積んでるですね。みんな弾いてるよ。弾かないでくれ、待ってくれ、みんなついてこい、俺に。もらってますね、これ。昨日はあれ飲んでました。泡盛 35%。やばい、泡盛は。大丈夫です、大丈夫です、全然大丈夫です。あと3時間くらいやっても大丈夫です。はい、日曜日に電撃ネットワークの忘年会があるんだけど、はいはい、その時に歌ってよ。もうありがとうございます。今の曲でいいから。今の曲ですか。ええ、猫猫とかは良くないですか。どっちでもいい。どうでもいいわけです、ね。電撃ネットワークの曲こんな感じです。東京ショックボーイ、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 世界を股にかけて、はいはいはい、俺たち、東京ショックボーイ、はい、ありがとうございました。さようなら。しおりんは、しおりんは今みたいなおじさんはどう思う。あ、楽しおりんですよ。楽しおりん。写真撮っていいぞ。さあ、じゃあ時間の方も、はい、あれですね。はい、はい、次行きましょうか。続きまして原田里奈さん、よろしくお願いします。原田里奈さんは人に歌を教えてる方ですね、はい、しかも今のミックの紹介っていう話ですから。あ、そうですね。はい、早速聞いてみましょう。こんばんは、はい、こんばんは、原田里奈と申します。すごいステージ温まった後にやりづらいんですけど、歌っても大丈夫ですか。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ最初に、SNS、Twitter、メブロとか Facebook 全部やってるので、よかったら原田里奈で検索してみてください。お願いします。では歌いたいと思います。聞いてください。 I willついたことや許せない言葉をまだ心の奥にしまったまま笑えないよ。あなたは太陽みたい、もどかしくなるよ。あなたは強く優しい人、私は今も泣いてばかりで、もうこれ以上そばにいるしか悲しくさせないように、優しい言葉癒せる笑顔できればいいの。ただあなたのために生きていたい。
ことで苛立ち隠せずに悪くもないあなたに当たってしまうばかり、それでも笑ってる、まっすぐ私を見てる。今まで感じたことない温かい空気が私包む、圧倒的なボリュームですね。なんかミーシャさんとかああいう人になんか歌わせたくなるような感じの歌ですね。いつも歌ってますね。いい声してると入ってますよ。普段教えてるらっしゃるんですか？あ、はい、そうです。そうなんですか、はい。どういうところで教えてるんですか？自分でボーカルスクールを、はい、プロデュースしてまして、はい、それでコメントいいですか、はい、ミックとは何つながりっていうのが来てますけども、ミックさんはでもイベントですね、こういったライブのイベントとかでご一緒させていただいて、はい、ライブつながりってことですね、はい、そうです、お世話になってます。はい、はい、でそういった感じで自分でボーカルスクールをプロデュースしてやってます。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。原田里奈さんね。はい、原田里奈です。皆さんチェックしてくださいね。はい、お願いします。はい、次はどなたでしょうか。さあ、しおりん、次はランディおさまさんです。はい、さっき、はい、ランディ、はい、お、はい、さっき俺、はい、どこのレゲエのおじさんかなと思ったら、はい、ランディさんでしたね。はい、アンガさん丸出しじゃねえか。はい、じゃあね、はい、ね、小食だっていうね、女に限ってね、小太りだってね。ね、今の方に言ったわけだね。あ、何これ、何が入ってるか当ててみて的なこれね、うん、こんなんね、ノーヒントでね、分かる、あ、エグザイルあったしね、はい、じゃあね、ネタやる前にね、一つだけ確認事項ね、うん、携帯でね、うん、この漢字をね、打つときに、うん、なんて打っていいか分かんないから、一旦野々村誠って打つ人いる、ね、誰もいない、いないの、ね、誠から消してく、誰もいないのか、ね、
いたらね、いいものあげようと思ってたんで、ね、これね、これすごい貴重なストラップでね、一見あの淡麗の缶に見えるでしょ、これね、これでもね、あたかこれ指で爪うまいことをやってね、こうあたかも氷結かのようになってるっていうね、うん、これね、あげようと思ってるんですよね、うん、ね、場違いののはね、重々分かってるんですもんね。2時間前にここ入ってね、アイドルがリハーサルやってた時点ですぐ場違いだって分かってるんだよね。ね、もうね、今日はね、あのね、うん、今日はね、うん、ありがとうございます。ポケモンを作ります。うん、ポケモンはね、可愛いプラス愛嬌プラス強いでできてますから、うん、これをね、足していけばね、ポケモンはすぐ出来上がる。で、うん、まずね、可愛いといえば、もうね、うん、流行りのね、ウサギちゃんですね。うん、でね、愛嬌といえばね、またこれ、定番のアツシですね。まずね、これを出してね、ね、あすごい、ね、二丁目の匂いがプンプンするね。あとはね、強いね、うん、強いといえばね、カメさんね、甲羅の硬いカメさんね、うん、これをね、足してね、果たしてね、ポケモンが出来上がるのかとね、あー、もうすごいね、ね、気づきでしょうけどね、そっちサイドが歩み寄らないと笑えないシステムなんですけど ね、 ね、これもうどこがポケモンだか、ね、じゃあね、最後にですね、穴開きあるあるね、こういうね、穴だらけの人間のあるあるですね、穴開きあるあるね、これ略してアナルって言うんですけどもね、ね、大丈夫なの、ね、まずね、このね、ね、電車ね、これ電車両隣誰も座らない、こんなもんね、日常茶飯事なんですね。でね、私、吉本ですね、吉本って言ったらこれコンプライアンスってね、この芸人集めて、ね、説教するわけですね、このクラブ行くんじゃないとか、女性問題気をつけなさいってね、これね、私の方ばっか見て言ってくるわけですね、あげくこれ、覚醒剤の話の時、私の方しか見てないですよ、なんだと思ってね、これね。で、あともうこれ、ね、渋谷なんか行ったらね、こう女子高生がね、すれ違いざまに指さして、何あれ、逆にレベル高くないって、何の逆だよ、これの逆って何なんだよ、しょうもないね。で、あの頃ね、ハチ公前でね、職務質問にあってね、このカバンの中見せなさい言われてね、あんたカバンの中見せなさい言われて、これ出てきてね、なんて言い訳すんのこれ、ほんとね、もうこの顔にこれもう一発検挙だよ、もう、しょうもないね。あとね、これね、ツイッターね、ツイッターなんか見てたらね、これ見つけたんですよ、私、これね、この間アルミネでお笑いライブ見たら、顔中ピアスだらけの妖怪みたいな芸人が出てきて、その日は気分的に妖怪ウォッチ見れなかったって、嘘つけよ、そんなわけねえだろ、どうしようね、ね、これね、こんなことばっかりだからね、この間私、髪以外流すなと書かれたトイレで涙を流したもんですよ、ね、何をね、ね、何をそんな、ね、曇りなきままくで見つめて、あなた。あなたまるであれか、ね、居酒屋でこうシーザーサラダ頼んだらこうサラダの上にあるべき温泉卵が、ね、野菜の下、ね、違うか、そういうんだね、もうね、私ね、もう早いとこ帰りたいんですよ、時間ないからと思って、帰りたい、どこまで帰りたいかって言ったら、歩いても歩いてもずっと月が見えるから、月がまるで自分を追いかけてきていると思い込んでいたあの頃に帰りたい、全然伝わんなかったみたいな、ね、でもね、でもね、もうもう見せ物の時間は終わりましたからね。いや、終わりましたよ。ありがとうございました。見せ物チャレンジは終わりましたから。ランディさん、面白いね。面白い。なんでだろう。なんで吉本の番組の後ろのひな壇になんでいないんだろう。僕はそうですね、他の芸人さんと違った理由でテレビに出れないというのが。なんで。すいません。そう。はい。ランディさん、これ、はい、今日、ゴリゴリのアイドルライブじゃないですか、これ。いやいや、なんで、なんか僕、本当に入って一回看板見直しに行きましたから大丈夫、十分アイドルだから。いやいやいや、ランディさん、いやいや、ありがとうございます。ランディさんね、お店やってんだよね。あ、そうですね、歌舞伎町で、ね、歌舞伎町のお店やってバーをやってまして、はい、はい、ネズミ先輩みたいですね。あ、ネズミ先輩も近いですね。ね、近いですね。ネズミランドの近くですね。はい、エスパー伊藤さんもよく来られるんですけど、あの人だけ僕のバーをハプニングバーと勘違いしてる。普通のバーなんですけど、本当ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。懲りずにまた遊びに来てくれますか。いや、はい、ぜひぜひ、はい、僕は、ね、お笑いライブでもあんま楽屋話しかけられない方なんですけど。あ、本当ですか。もう空気でしたよ、本当女の子同士が名刺配り合ってるんですけど、はい、僕のとこ一枚も来なかったんですけど、空気の中で、まあ、もっと話聞いていたいんですけどね、はい、いや、押してるんでね、ちょっと押してるんで、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。さあ、しおり、しおり、次は誰でしょうか。はい、
次は下元気さんです。下田元気さん、はい、はい、今日は下のネタやらないだろうね、きっとね。下田元気は、あ、やだな、やな雰囲気だな。朗読をしようということで、このご時世童話になかなか触れる機会が少ないと思いますので、本日は僕がこの場を借りて赤ずきんちゃんを読みたいなと思います。でもちょっと僕この格好でして、ちょっと寒いのでですね、申し訳ないですが暖を取りながらちょっと読まさせていただきたいと思います。あ、違う。よろしくお願いします。赤ずきんちゃん、昔ある女に可愛い女の子が、女の子、おばあさんが作ってくれた赤いずきんって大好き、これですね、これ赤ずきん、それでみんなに赤ずきんちゃんと呼ばれていました。帽子、帽子、あと赤ずきんちゃんはおばあちゃんと一緒に狼の腹から出てきて狩人に助けてもらいました。皆さんにこれで童話の素晴らしさ、赤ずきんちゃんの良さが伝わったんではないかと思いました。最後になりました。今日も僕の大好きな歌を歌いたいなと思います。では僕の大好きな曲聴いてください。とにかく笑えれば、最後に笑えれば、情けない帰り道、はははと笑えれば。この このネタのためだけにブラジャーをくれた青木凛さん、ありがとうございました。以上です、ありがとうございました。まあこんなもんな。ました、ありがとうございました。なんかすごいね、下元気コメント来てるでしょうか。もうこういう世界しかないね。ね、真面目な人ほどこういう方向に行くねって。真面目な人なの。でもなんか前よりなんか少しずつなんかこうネタっぽくなってきたよね。ありがとうございます。ね、まあ、映せるっていうのも、はい、あ、すみません。はい、じゃあありがとうございました。あ、はい、はい、次じゃあしおりんお願いします。はい、そうですね。続きまして、あすかさん、よろしくお願いします。あ、そうなんですね。あすかさんと、はい、その後に出てくるまなみナンバー2さんと、俺見分けがつかなかったの、はい、あとまたその後にもう、ね、一組出てきますから、はい、そうですね、時間どうもありますんで行きましょう、そうですね、あすかさんです。そうそうそう、ちょっと しおりん、その下元気のライターをどかしてくれるかな。あ、あ、皆さんこんばんは。あ、はい、始まりましょう。じゃあ、はい、ではミュージックバオー。わお！さあ皆さん、ゴーゴーゴー！はい、皆さん乗って、乗りづらいと思うけど乗るのよ。うららうららうらうらうららうららう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 
ありがとうございました。アスカさんは一体何者ですか？ゴーヤマイクのアーティストでございます。アーティストって芸人さんですか？アーティストですね。アーティストです、はい、ごめんなさい、ちょっともぐもぐしてます。そうですか、はい、ちょっと企画なんですけど、はい、次に出てくる女性と被るかもしれないので、ここに立っててもらっていいですか？ここに立っててもらっていいんですか？はい、普通に立ってていいんですか？普通に立ってるだけで大丈夫です。わかりました。じゃあ普通に立てます。はい、はいはい、じゃあ次の人をお呼びしましょうか。しおりん、はい、はい、ラストを飾っていただくのはまなみナンバー2さんです。はいはい、はじめましての、はじめましての方も、ナンさんのマイク使ってます。5番はじめましての方も、そうじゃない方も、皆さんいらっしゃいませ。本日は1番入ってない、ちょっといろいろなってますけど、1番入ってない、大丈夫かな。ナンさんのマイク使ってます。 5?こっちも5番ください。私ナンバー2ですけど5ください。ない、すいません。これはナンブさんのマイクです。5番です。マイクです、マイクです。ナンバー2、ナンバー2、あれまなみナンバー2。はい、入った、はい、はい、はじめましての方もそうでない方も、本日も、ご指名どうもありがとうございます。五反田で現役キャバ嬢ナンバー2をやっておりますまなみナンバー2です。皆さんどうもはじめまして。ナンバー2って呼んでください。せーの。ナンバー2。いいね、いいね。結構いいですね。ちょっと皆さん、飲んでますか？飲んでない？私も結構飲んでるんですけど、全然酔っ払ってないので、皆さんとぜひ酔っ払いたいなと思います。ちょっとエアーでもいいので、乾杯を皆さんでしませんか？せーの。いらっしゃいませ。乾杯。はい。
あ、その時にですね、飲んでる姿もっていうのでナンバー2ってみんなで声をかけてもらってもいいですか？いいですか？ではせーの、飲んでる姿もせーの、ナンバー2。ありがとうございます。ここムーパールスタジオも私の箱になりました。どうもありがとうございます。というわけで、私のことを知らない人もいっぱいいると思うんですけれども、まなみナンバー2って検索していただけると私しか出てきません。なのでぜひぜひ検索していただけるようにお願いします。というわけでですね、夢に向かってペダルをこぎこぎ、今夜も元気に出勤中ということで、今日は五反田を休んで、お店を休んで、ここムーパールスタジオにやってきました。ぜひぜひ聴いていただきたいと思います。私が作詞作曲している歌です。チャリンコキャバ嬢、夢に向かって、ペダルをこぎ続けたいと思います。それでは皆さんいいですか？チャリンコキャバ嬢、行ってきまーす。天高くそびえるハンドル、真っ赤な車体、そう私はチャリンコキャバ嬢、略してチャバ嬢。メイク OK、 ヘアメイ OK、 ボタンダッシュ D 練り走る、シティチャリンコで登場、ドン引かないでマシでパレーズでチャリンコトリコ、高級部焼肉ラックスマイルでむさぼり、チャリンコこいでカロリー消費、そうそう忘れないで、だって私は時計が変えたらまるっきり変わんなくなっちゃうね、はい、この後にね、ゲストの方たちが来てるんで、後でちゃんともし自分のコマーシャルみたいなのあったら言ってください。じゃあ向こうで待っててください、はい、ゲストの方、じゃあ、はい、ありがとうございました、はい、
私の方を知らない方もいると思うんですけども、今日を機にですね、ぜひどうぞご指名の方よろしくお願いします。まなみナンバー2でした。ありがとうございます。はい、じゃあ向こうでお願いします。はい、はい、ゲストの方は誰ですか。次の CM が終わりましたら、はい、ゲストコーナーです。スイートケアさんに歌っていただきます。はい、じゃあ CM お願いします。先生、そうです、うちに番組出るぐらいよななんしたけど、食べやすいのかなと思ってます。それも大丈夫です。 OK、 はい、OK ですね。 Yes、 はい、ngayon punta naman tayo sa rabbit sa tubo ito kasi nawalan ako talaga ng si Madam Yuri. Bye bye. それでは歌っていただきます。スイートキュアさんです。どうぞ。こんにちは。イエーイ。 ありがとうございます。私たちスイートキュアです。よろしくお願いします。あ、みんなありがとう。はい、じゃあ日向さんからお知らせ。はい、あ、自己紹介しなくていいの。自己紹介、はい、大切だ。はい、ピンク担当の小宮日向です。日向って呼んでください。せーの、日向。ありがとう。はい、スイートキュアのホワイト担当のマシロマリアだよ。マリアって呼んでください。さん、はい。マリア。ありがとう。はい。はい、青担当中川泉です。泉って呼んでください。せーの。泉。ありがとうございます。はい、ということで、はい、私たち噛んじゃった。私たちスイートキュアからお知らせなんですけども、なんだろう。21日、日曜日。はい。はい。まさかのスイートキュアから新曲 CD 発売決定しました。イエーイ。ありがとうございます。はい、タイトルは未定です。はい、決まってないわけじゃないんです。決まってないわけじゃないんですけど、未定っていう CD が出ますので、よかったら遊びにいらしてください。 Twitter とかブログに詳細載ってますので、ぜひぜひスイートキュアで検索お願いします。はい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 。今日みんなちゃんと元気ですか。声出てますか。はい。じゃあちょっとお試しでね、みんなね、声出てないと困るから、うん、我々がチュルチュルって言ったら、フーフーって言ってもらってもいいですか。ちゃんと言えるようにね。はい、次何やるかわかんないけど、曲は、うん、言ってもらってもいいですか。わかんないよ。はい、ね、わかんないよね。いきますよ。はい、せーの、チュルチュル。
中3トリオですね、まだ歌っていただくんですけど、はいはいはい、一回番組閉めてからにしましょうか、はい、今日の出演者の方は皆さん出てください。あ、なんか告知ある方いますか？いっぱいだね。出てこいや、出てこいや、はい、なんか告知ある方いますか？はい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 、はい、もう一回言います、はい、21日
日日曜日はい私たちの CD ね、オリジナル曲2曲目が CD 出ますので、ぜひぜひよろしくお願いします。特典のね、ボイ、あ、言っていいの、あ、言っていいの、特典のボイスもついてます。え、21日どこでやるんだっけ。うさぎの館っていう、うさぎの館、あと YouTube で今の曲もあの PV 配信されてますので、魔法の言葉で検索お願いします。お願いします。はい、あとは告知ある人はい、告知ある人愛媛の姫に川で恵美なんですけども、12月20日の2日後です。新宿ルイズ K4 で、11時からライブに出ますので、よければ来てください、はい、お願いします。はい、あとですね、12月の23日と25日なんですけど、私普段ジャズシンガーをしているので、ジャズの方を歌いたいと思っております。まなみナンバー2で検索していただけると、YouTube とかもあの Facebook とかいろいろつながると思うので、よかったら検索してください。あと21日もどうぞよろしくお願いします。はい、アスカさんもありますか。どうぞ。はい、はい、キングレコードよりメジャーデビューしました白井愛子と申します。今月は12月27日に、浦安市文化会館大ホールで、浦安歌自慢というカラオケ大会もやるんですけど、そちらで、ゲストで歌わせていただきます。観覧は無料です。ありがとうございます。で、2月28日秋葉原秋田犬というところで夜ライブしますので、よかったら白井愛子で検索してください。ありがとうございます。はい、ある人は、はい、どうぞ前出てください。はい、宮崎鈴鹿です。ありがとうございました。12月27日に秋葉原萌えファーレでワンマンライブがあります。2000円なので、もしよければあのワンマンライブぜひぜひ応援しに来てくれたら嬉しいです。お願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。さあ、ランディさんはありますか。はい、大丈夫です。あ、そうです。はい、江中ひとみです。23日あの代々木公園でゴスロリのファッションショーがあります。10時からありますので、ぜひ皆さん見に来てください。あとはあの19日にちょっとすみません、藤原くんの育成計画、道玄坂 TV であります。あと池袋 Y ステージであの藤原くんの大暴走、これも観覧できますので、ぜひ見に来てください。あと今年 R1 に出ます。おはいはい、はい、マイク大丈夫です。あ、マイク大丈夫。皆さんこんばんは。はい、ドン引きさせてすいません。はい、下健輝くんは、うわ、ないよね、ないよね、はい、ないよね、はい、ないですね、はい、ないよね、もう大丈夫ですか。それじゃあスイートキュアのライブこれからありますんで、そのままでチャンネルで待っててください。待っててください。はい、番組はあのしおりんはどうだったんですか今日は。スペシャルだ、はい、スペシャル楽しおりんなのでした。パチパチ、はい、ありがとうございました。楽しおりんってことで、はい、また来てくれますかしおりんも。あ、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。それじゃあ一応番組締めます。さよなら。